大塚昌文、大塚昌文、大塚昭典、1972年1月13日体は、千葉県千葉市花見川区出身の元プロ野球選手、当主、宇藤右内、ち、コーチ。2003年から2007年までの登録名は、大塚昭典、読み同じ。現在は、中日ドラゴンズの派遣コーチを務めている、現役引退後を参照。 横芝慶愛高等学校時代、八千代東高校と四回戦で対戦し、三から二で八千代東を下した。この試合後、八千代東のエースだった、田俊幸、後、新日鉄機密、和佐マジックから千羽鶴を手渡された。しかし五回戦で八千代松影高校に敗れ、甲子園行きはならなかった。大塚は後年、これが僕の高校時代の一番の思い出です、と、話している。 当時の新聞記事。首都大学野球連盟所属の強豪校、東海大学に入学し、公式野球部で活躍する。卒業後は、社会人野球、日本ツーン公式野球部に進む。1996年度ドラフト会議にて、近鉄バファーローズから2意指名を受けて入団。背番号は、野茂秀夫のメジャー遺跡後秋番号となっていた11を、 自ら希望して継承した。から50試合以上に登板し、リリーフばかりの登板で100奪三振を超えるなど、主にセットアップとして活躍した。2は、赤堀元行に代わるクローザーとして、パリーグ新記録の35セーブを挙げて、最優秀救援投手に輝く。2は故障で、シーズンの半分を棒に振るも、その後も、不動のクローザーとして活躍。 2000年は39試合に登板して1勝3敗24セーブ、防御率2.38の成績を残し、最下位に沈んだチームの中で奮闘した。は、開幕戦からセーブを上げるも3点差の場面を1点差まで詰め寄られ、その後も不安定な投球が続いて、中継ぎに降格し、さらに2軍に降格する屈辱を味わう。しかし、シーズン後半には復調し、9月には、 自身2度目の月間 MVP を受賞する活躍を見せ、シーズン終盤密度もへという混戦をチームが抜け出すのに大きく貢献し、最終成績は48試合で2勝5敗26、西部防御率4.02と安定感を欠いたものの、近鉄は12年ぶりのリーグ優勝を果たした。当時、自身のニックネームを公募するという企画があり、背番号11日並み、 鉄人11号という候補などあったが、意に合うものがなく、比較を白紙にした。ヤクルトと対戦した日本シリーズは球団にとって最後の日本シリーズとなり、自身は第2戦と第5戦に登板した。第2戦でセーブを上げたが、このセーブが近鉄の投手で、日本シリーズで最後にセーブを上げた投手となり、第5戦の登板は大塚が最後に登板し、チームは その第5戦で敗れ、日本一を逃した。そして2004年シーズン終了後にオリックスと合併し、消滅したため、大塚が日本シリーズで近鉄で最後に投板した投手となった。和開幕直前に脇原通でで遅れたこともあり、41試合と前年より少し投板数は少なくなったが、2勝1敗22。 西部防御率1.28と安定感抜群の投球内容を見せた。シーズン終了後、ポスティングシステムでのメジャーリーグ移籍を目指して入札を募集したがメジャーからの入札はなかった。大塚はポスティングにかけられた時点で余剰戦力になったはずで、あと主張し自由契約を希望する。2002年オフ、金銭トレードで中日ドラゴンズ移籍は、 対談したエディギャラードに代わって、クローザーを務め、1勝3敗17セーブ防御率2.09の成績を上げ、セリーグでも力を見せつけた。シーズン途中に登録名を、将軍から秋のりに変更、登録名を変えたのは、将軍では、秋のりとあまり読んでもらえなかったため、シーズンオフに再びポスティングでの移籍を目指した。サンディエゴパドレスが万ドルで落札し、 二年契約で同球団に入団した。4月6日の対ロサンゼルスドジャース戦でメジャーデビュー。最初は敗戦処理としてのスタートだったが、4月に初勝利と初セーブを挙げると、以降はセットアッパーとして定着。6月11日の対ニューヨークヤンキース戦では、8回と9回を投げて、打者6人を完璧に抑え、松井秀樹とも対戦した。9月には、 ESPN の選出する、お解読だった、FA 選手ベスト10の6位にランク位した。最終的に、日本人選手シーズン最多記録となる73試合に、登板し、リリーフ投手中、リーグ3位の防御率1.75と、同5位の奪三振率10.13、2位の被打率、199を記録し、リーグ最多の34ホールドを獲得した。は、アウェーで0勝8敗。 防御率6.92、ホイップ2.08と打ち込まれ前年より成績を下げたが、ホームでは防御率1.23、ホイップ0.95と高騰し、チーム7年ぶりの地区優勝に貢献した。1月4日にクリスヤング、エイドリアン・ゴンザレス、ターメル・スレッチとのトレードにより、ビリー・キリアン、アダム・イートンと共にテキサス・レンジャーズへ移籍。3月には、 1> 第1回 WBC 日本代表に参加。クローザーとして5試合に登板し、日本代表の優勝に貢献した。特に決勝戦では8回裏1試で1点差に迫られた直後という厳しい場面からの登板となったが、わずか4球で2アウトを取り、1点差に追い詰められていた日本代表を救った。味方が4点を追加した後の9回を1失点で切り抜け、 WBC 初の胴上げ投手となった。レギュラーシーズンではクローザーを務めていたフランシスコ、コーデロの不調に伴い、クローザーに抜擢。メジャー屈指の投手有利の球場であった、ペトコパークをホームとしていた前年と変わり、メジャー屈指の打者有利の球場である、レンジャーズボールパークインアーリントンをホームとすることとなったが、ホームでは、防御率1.67。 ホイップ0.99と高騰した。9月3日の対クリーブランドインディアンス戦では、佐々木和弘以来日本人メジャーリーガー2人目となる30セーブを達成。その後は頭痛により19日から登板がなくシーズンを終了したが、最終的にリリーフ投手中、リーグ7位の良死休日1.66と安定した、制球力で2勝4敗32セーブ、リリーフ投手中、 リーグ8位の防御率2.11、同8位のホイップ1.07の成績を残した。は、エリックガニエの加入により再び、セットアップマンとして起用されることになった。6月20日の対シカゴカブス戦では、サミー捜査がメジャーリーグ史上5人目となる通算605本塁打落ち、ブルペンで投球練習をしていた大塚がそれを補給し、捜査本人に手渡した。 その後も口頭を続けていたが、7月9日に右肘を痛め故障者、リスト、DL 入りし、そのままシーズンを終える。オフには球団側から契約延長の申し出がなく、FA となった。1月9日にトミー・ジョン手術を受け、その後リハビリを続けていたが、1月22日に3度目の肘の手術を行った。 その後も現役復帰へ向けてリハビリを続け、5月20日にはペットコパークで始球式に出席し、トレバー・ホフマンの発案により東日本大震災のチャリティーの一環としてホフマンと共に再委員会を打った。6月にはこの年、サマーリーグに初参加したサムライ・オール・ジャパンで投手兼コーチとして実戦復帰することとなったが、登板機会はなかった。 8月には、ノモベースボールクラブの青少年育成活動の一環として行われた、中学生チームによる日米親善試合で、長谷川主義都市が総監督を務めるアメリカ代表チームで投手コーチを務めた。右肘の状態が上向かないため左投げにも挑戦していたが、は、再び右投げ一本での現役復帰を目指した。5月、独立リーグ、ベースボール、 チャレンジリーグのシナのグランセローズへ入団することが決定。登録名も本名に戻すことになった。6月8日に中野市営野球場で記者会見を行い、正式に入団した。だが、6月下旬の練習中に遠投した際に、右肩を痛め、シーズン終了まで登板することなくシーズンを終えた。 12月3日に同年限りで辞任した岡本哲史に代わるシナノグランセローズの新監督に就任することが発表された。は、投資コーチを金監督兼選手としてシナノに所属。7月21日の試合後にベンチ前で行ったミーティングで3選手を平手打ちしたとして7月24日に7試合の出場停止処分を受ける。9月15日の新潟戦。 長野五輪で実に7年2ヶ月ぶりとなる公式戦当番を果たし、打者一人を空振り三振に抑え、現役引退を表明した。より、古巣の中日で二軍投手コーチを務める。背番号は74。2は、春季キャンプで一軍投手陣を指導していた。1月に腰のヘルニアを除去する手術を受けた一軍投手コーチ、近藤誠氏の長期休養に伴う措置で、 本来の担当である二軍投手コーチには、前年に現役を引退したばかりの朝倉健太が、編成部員との兼務扱いで就任した。なお、近藤が、現場復帰を果たした2月23日以降は、再び二軍の投手陣を指導している。9月26日に、第1回、WBSCU-23 ワールドカップの、日本代表コーチを務めることが発表された。は 派遣コーチの肩書きとなり、中日在籍のままで、パドレスの 3A チームに、コーチ派遣される。また、北米担当の国際障害担当として、長年障害担当として在籍していた、足木敏夫の対談で手薄になっていた北米における、選手調査も任される。ボールの出所の見えにくいフォームから最速96メートル PH。 約時速 154.5km の速球と縦のスライダー、フォークボール、チェンジアップを投げる。特にスライダーは一郎から球が消えると評されたほか、ラモンヘルナンデスからは他の球種が必要ないほどのスライダーだと評された。近鉄時代、調整のために出場した2軍戦、藤井寺球場で場外ホームランを打ったことがある。 近鉄在籍時の背番号が11であったのは、大塚の尊敬する選手が、ノモ英雄であり、ノモと同じ、背番号を希望したため、大塚がメジャーリーガーとしてのキャリアをスタートした、イの背番号16も、ノモがロサンゼルスドジャースで、メジャーリーガーとしてのキャリアをスタートした、イの背番号である。WBC、レンジャーズでの背番号40は、地球ゼおよび、 試合が閉まるを意味している。中日移籍後も近鉄時代の先輩である久保高生から譲り受けたデサント製のグラブを使用していた。中日には一年しかいなかったにもかかわらず、中日の選手たちとの交流は続いている。落合英治とはメルトも、日米野球で日本に外戦した際には対戦したい選手は仲の良いイバタと言っていた。 岡本信也も大塚を師匠のようにしたい2004年のリーグ優勝に大きく貢献できたのは大塚さんのおかげとも言っている。このようなこともあり、中日からポスティング遺跡をする際にはメジャー遺跡か中日残留かで随分と迷いがあったという。しかしその背中を押してくれたのが自分を一番必要としているはずの当時新監督として中日に来た落合博光であり、 自分が一番後悔しないように道を選ばなくちゃいけないぞと言われ、メジャー移籍を決断したという。パドレス時代には抑えた時の口癖である、よっしゃーがチームメイトに流行し、その後、実況アナウンサーまでもが、よっしゃーを使用するようになり、ペトコパークでは大塚が最後の打者を打ち取ると、バックスクリーンの大型ビジョンに、よっしゃーと表示された。 2005年8月に開設したブログでは、通常 1S、2S と表記するセーブ数の記録を 1Y、2Y、Y は、ヨッシャーの略と表している。日本代表として、WBC 第一回大会への出場が決まった際には、アメリカ国内で放送された ESPN の WBC 関連のコマーシャルに、日本代表として出演した、セリフは全くなし。 当時のパドレスのクローザーだったトレバー・ホフマンとは、信仰が深く、パドレス時代にはシーズン中に、病院や個人への疑問を共同で行うなどもしていた。テキサス・レンジャーズ遺跡後は、登板の際に流す入場曲は、ホフマンのトレードマークとも言える AC、DC のヘルズベルズを使用していた。ホフマンに2006ワールドベースボールクラシックの際に、連絡を入れて決勝のみの使用を、 当初は許可してもらったが、その後さらに話をして、レギュラーシーズン中の仕様を快諾してもらったそうである。また、決勝戦は、パドレスの本拠地であるペトコパークで行われたため、観戦していたパドレスファンは曲を聴いて、大いに盛り上がった。2004年には、ホフマンとジェイク・ピービーと共に、パドレスの球団 CM に出演。ホフマンとピービーから、 自身の入場テーマ曲を決めてはどうかと勧められた、大塚が和服を着た女性のシャミセンウをバックに、モーニング娘。の、ラブマシーンを歌うというコミカルな内容であった。また、サンディエゴの外虫駆除会社の CM にも出演し、この時は食事中に外虫を見つけた大塚が、なんじゃこりゃ。と驚いた後に、バットでその外虫を叩く、勢い余って、 テーブルごと破壊するというものであった。野球のワールドカップ、現実世界のワールドベースボールクラシックに相当、などを舞台にした NHK のテレビアニメ、メジャーにおいて、長谷川重人氏に代わって、第5シリーズの野球監修をめていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。